ちは、花山みずきです。今日はですね、仲良しのスタッフさんたちに大量の服を持ってきてってだけ言われてホテルに呼び出しされましたそしたらまさかのこんなにおしゃれな秋葉原にあるノーガホテルさんでルックブックを撮影してくれました。設定も編集もカメラも全部企画してくださって、初めてこんな素敵なルックブック撮影したんですけど、どうかな雰囲気とか表情とか編集とかもいつもと違うので、恥ずかしさももちろんありながらとっても楽しんでやりました。撮影チームの方々も本当に仲良くて、みんな大好きな方ばっかりなので、表情とかね相当素だと思いますいつもと違った雰囲気で皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思います。いいなと思ったらコメントとかねいただけると嬉しいです。じゃあ1着目まで楽しんでください。靴飛んできた。1着目のコーディネートはお気に入りのオールインワンスタイルですね。メゾンスペシャルで買ったんですけど、綺麗めにもカジュアルにも着れるオールインワンはこの夏1着は欲しかったのでめちゃくちゃ効いてます。あのね、サイドに少しスリットが入ってるので肌見せしても可愛いですし、こういう感じでインナーと合わせても使いやすくてめちゃくちゃ着回ししてますね。はい、2着目のコーディネートはラフな、上下ユニクロだったかな、違うか、トップスがユニクロで、これ結構着てるよねルックブックとかで。で、下はユナイテッド東京の 2way で、またねハーフパンツとしても履いてるんですけど面白いパンツなんですよ。であえてシューズはブラウンにして抜け感を出してるのがこのコーディネートのポイントです。サクランボ好きです私。3着目のスタイリングは色味とかいつもの定番コーデですね。私の肌見せするときはキャミソールの形は足目、アメスリカ、アメスリカスクエアが私的に足目って言わない大人っぽく肌見せできる形なので、絶対キャミソールはアメスリカスクエアを選ぶことが多いです。4着目ですか?4着目のコーディネートは、なんだろう、ブラックコーディネートです。もう定番のね、夏といったらワンピーススタイルなので、ちょっと肌見せするワンピースを買ってみました。ブーツでかっこよく合わせてるところがポイントです。この辺は普通に食べてました。もう撮影とか関係なしに。東京カレンダーみたいじゃないですか。5着目のコーディネートは最近買ったクラークスを履きたかったので、クラークスに合わせたコーディネートですね。シンプルの定番なデニムスタイルにあえてこうソックスを見せて履きたいなと思ってたので、この夏したかったコーディネートかな私的に。6着目のコーディネートはこちらです。1着目のオールインワンもだったんですけど、グレーにハマってまして、グレーのパンツをね今年は買いました。ニットベストも最近購入したんですけど、シンプルな T シャツとパンツスタイルに1着着るだけでおしゃれな雰囲気が出るので、今季買ってよかったアイテムですね。これすごい着てるファッションです。
7着目のコーディネートは今季トレンドのハーフパンツを使ったコーディネートです。普段そんなに履かないからちょっと抵抗をなくすために長めのシャツで合わせるのが私的ポイントです。でスタイルが悪く見えないようにこういう時は足元は女性らしい少年っぽくなりたくなかったので足元は、ヒールとか女性らしい靴を合わせるのがおすすめかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。いつもと違った雰囲気で楽しんでいただけましたでしょうか。ところどころね、おしゃれな雰囲気に私は楽しくなりすぎて結構調子乗ってたなと思いました。もうカメラワークから編集から素敵な動画を作ってくださったスタッフさん本当にありがとうございました。撮影協力していただいたノードホテルさんも本当にありがとうございます。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバーイ。